それは必然だったから、あなたがここを訪ねることが。この世に偶然なんてないから、この世にあるのは必然だけ。それがあなたの望みね。あなたの願い、叶えましょう。名前。綿貫公弘。やっぱり人じゃなかったじゃねえかよ。選んだだけだ。優勝した時の矢だ。これ、記念にやるよ。また会ったね。綿貫公弘くん。またね。